はい、どうもゆりです。今回なんですけど、青豚のね、今現在に劇場版で、上映されているね、青春豚野郎、お出かけシスターの夢を見ない。はい、こちらですね。こちらの方で、ね、劇場の方で、今日ね、見てきたので、レビューしていこうかなと思うんですけど、の前にね、ちょっと謝らなきゃいけないことがありまして、もうね、多分上映終わるんですよね。だからもうこのレビュー見る頃には、多分あさってくらいかなにあげると思うんだけど、このね、今、撮ってる時からあさってくらいにあげると思うんだけど、ワンチャンというかもしかしたら上映終わっちゃってるかもしれないんで、いや、この動画見て、上映、じゃあ今からね、面白そうだから行こうって思ったら、多分ね、もしかしたら終わってるかもしれないんで、僕が行った映画館はね、17だったかな。17に上映が終了するとのことだったんで、ちょっとね、そこは本当に、非常にね、申し訳ないなって思う部分であるんで、先にちょっとご了承くださいといった感じなんで、まあでもまあ、やってるところはやってると思うんで、まあ劇場で見つけて行ってみてください。はい。でね、まあ本当に、今8月か。8月は五等分の花嫁、響けユーフォニアムだって、まあ他にもね、僕はそれぐらいしか見てないんですけど、他にもいろいろあると思うんだけど、五等分響けに続き、まあ続きっていうか、まあこう劇場ね、時系列違うんだけど、響けね、五等分って来て、まあこちらのね、お出かけシスターね、見させていただいたんですけど、いやーもう毎回ね、最高だなとは言っちゃうんですけど、いや本当に今回ももう最高と言わんばかりの、いや、青豚だなって言わんばかりの完成度でしたねっていう、もう本当に最高でしたって感じなんですけど、はい。で、もうね、早速もう何がね、良かったのかっていうのをね、レビューしていきたいと思うんですけど、いや、もう、やっぱりこう4年ぶりの青豚シリーズっていうことで、まあパンフレットの方もね、しっかりと読ませていただいたんですけど、いやーもうやっぱり4年ぶり、まあこう声優さんたちも4年ぶりの演技なんですけど、まあ、もちろんね、僕ら見る側もこう4年ぶりの演技で、演技じゃない僕らは演技しないね。4年ぶりね、見させていただいたんですけど、やっぱりこう、毎回言わせてもらうんだけど、こう4年っていう月日が空いてても、そのシリーズをやっぱ見たときに、こう当時のやっぱ思いっていうのが、ごめんね、響けと五等分の時にも言ったと思うんだけど、でもこうバーってやっぱりね、こう蘇ってくるっていうのが、いや本当にね、いいなーというか、もう終わってほしくない。まあ、オブタはね、多分まだ、もう結構まだまだ終わる気がしないっていう感じであるから、まあまあまあ、気長に待ちましょうっていう感じであるんですけど、いや本当に、その4年っていうね、年月を、一瞬にして埋めてくれたなって思うのと、まあ、後でね、語るけど、こう、続編もね、決まってるっていうことで、まあ、青豚で今めちゃくちゃ熱いんじゃないかなって思うんで、まあ、アニメね、見てない人は、まあ、アニメ見て、まあ、夢見る少女の夢を見ないっていうね、劇場版の方もあるので、見てみてくださいって感じ、なんか渋みたいになっちゃったんですけど、今からね、レビューしていきたいと思います。それでは、長くね、なりますが、ゆっくりね、聞いていただけたら嬉しいです。それでは、やっていきましょう。はい。で、まあ、一個前に、今言ったね、夢見る少女の夢を見ないっていう、まあ、劇場版が、放送されてたんですけど、それとはね、またちょっと違った、こう、テイストの、こう、物語になってて、まあ、本当にあっちは、まあ、ネタバレね、避けて言うけど、もう本当に、もう、もう、これはもう超えるストーリーないなってぶっちゃけ思ったし、正直、これはもう、神だと言わんばかりのストーリー、シナリオだったんだよね。まあ見た人ならわかると思うけど。まあだからまあ、ぶっちゃけて言っちゃうと、まあね、もちろんね、好みには分かれるから、僕はっていう意見にはなっちゃうんですけど、僕はもう夢見る少女の夢を見ないを、まあこう、こうすことはまあなかったかなと、まあぶっちゃけ思いますね。だからといって、つまんないってわけでは全くないんですけど、まああっちのね、完成度とかが、まあストーリーがまあ良すぎて、もうなんかほぼもう最終回みたいなストーリーになっちゃってるんで、まあ、なかなかこれを越すストーリーはないんじゃないかなっていうところであるんですけど、もちろん、こう、完成度としては、そこが一番上なんですけど、僕が一番個人的にやっぱ好きなのが、カエルちゃんの話なんですよね。カエルちゃんの話なんだよ。で、まあ、ここは、今からね、ネタバレ、まあ、ちょくちょくしていくから、
あの本当にネタバレ嫌だよっていう人は、まあ、事前にねネタバレするよって言うんで、まあ、そこの部分だけ、ね、飛ばしていただけたらまあいいのかなと思うんだけど、今からねネタバレします。あのまあこの話ではないんだけど、まあひらがなかえでちゃんっていうのかな、ひらがなかえでちゃんから漢字のかえでちゃんに、まあ、なるシーンがね まああったと思うんだけど、あれを初めて見たのがねライトノベルの方でね読まさせていただいたんですけど、いや、あの僕本で泣いたのが青豚が初めてで、うん、もう衝撃だったんだよね。あの一巻読み終えた時のなんていうのかな、こう今まで読者としてまあ、こうひらがなかえでちゃんがいなくなるっていうのはま思わなかったし、うん、まあ、こうひらがなかえでちゃんとねずっとこう一緒に、まあ、サクタもそうだけどずっとこまいさん、サクタ、ひらがなかえでちゃんっていうこうずっと見てきて、でまあひらがなかえでちゃんがこう人格がね消えてしまって新しくかえでちゃんっていうのに出てきたんだよ。あのかえでちゃんっていうまあ、元々のね人格が出てきたっていうまあお話だったもんだけど、まあ、そこでまあ泣いたんだよね。僕はもう涙が止まらなくて、それを見た時にもううわうわみたいな、本当にあの時サクタがなんかどういう感情かわからない、もちろんこう嬉しいっていうのもあるし、嬉しい悲しい、なんかもうどういう感情かわからなくてね、サクタも、ま、叫んでたと思うんだけど、僕らもそうなんだよねっていうのを本当に思って、マジでうわーなんだこれみたいな、なんだこれ本当になんだこれなんだよねっていうのを思ってて、まあね、まあその話はまあって、まあ今回ね、こう、何のために、こう、かえでちゃんがね、こう受験するっていうお話なんですけど、でまあざっくり言うと、今回のお話っていうのが、まあそれ最初に言うべきだったんだけど、今回のお話っていうのが、サクタの学校に、まあ、かえでちゃんがこう受験しますよってなって、こう、本当はやっぱりこう不登校の子だから、できればこう通信とかの方が、いいってこうやっぱり周りの人にねこう言われるわけよね。やっぱり中学校で不登校だと高校でもね不登校が再発しちゃうパターンが多いから、いや通信制の方がこういいんじゃないかなみたいなのをやっぱ周りのね周りの人とかでこう先生に言われたりして、でも楓ちゃんはお兄ちゃんと一緒のね学校に行きたいっていうことで受験するんだけどっていうお話で、うん、やっぱりこう楓ちゃんはやっぱりひらがなかえでちゃんのことがこう忘れられないし、やっぱりみんながねすごく僕がうわあこのシーンとセリフとやばいなって思ったシーンがあって、で見ようかね、ここもネタバレしちゃうんだけど、まあとあるねこうまあ、保健室のシーンでかえでちゃんがこうやまあ、見た人ねわかると思うんだけど、受験中に思春期症候群がね発症しちゃってテストをねこう受けられなくなっちゃう状況になっちゃうじゃん、なっちゃって、でまあサクタが来るんだけど、その時にまあいろいろこう言い合いをして、カエちゃんが言ったことっていうのがなんかもう結局みんなあっちのカエちゃんがあっちのカエちゃんの方が頑張ってくれたからマイさんだったりのどかだったり周りの人たちは、カエデちゃん、カエデちゃんって言ってくれてるっていうシーンあって、で、サクタもそれに対して何にも言えなかったんだよね。それ、いや、本当は、いや、違うよ。いや、お前が大事だよっていうのを言うべきだったと思うんだけど、サクタ何にも言わなかったんだよ。で、僕らも、そのシーンを見たときに、まあわかんない。みんなもね、これは思ったと思うんだけど、僕らもぶっちゃけ、思ったんだよね。あれそうだ、カエデちゃんが好きなのは、結局、あっちのカエデちゃんが俺らは好きだ。まあ、人によるけど、好きだったじゃん。あっちのカエデちゃんが、今まで、こう、なんていうのかな。うん、の印象しか、やっぱりな、が強いわけよね。カエデちゃんって言ったら。いい子だったりだとか、一生懸命ね、こう、学校に行く練習をしたりっていうのは、あったからこそ、こう、やっぱり、かえでちゃん頑張ろうっていうのになってたんだよ。っていうのを思うと、うわって思ったんだよね。あ、この、今、この、考えてというか、このシナリオを考えてる鴨志田はじめ先生が、
やばいなっていうのも僕思ったんだよね、うん、これねみんな思ったとね思うんだけど、まあこの青豚の夢見る少女、夢見ないじゃない、ごめんなさい、お出かけシスターの夢を見ないねの何が一番、どのねシーンが一番、まあ本当にねいいシーンいっぱいあったんだけど、まあ、そのシーンがやっぱ僕の中で一番うわきつっていうのは思いましたね。まあ全体的にね今回まあ暗い話になっちゃってると思うんだけど、うん、やっぱりそのシーン見た時に、まあ、そうだ否定できないね、ここで僕が作った側でも、うん、いや違うよっていう言葉を素直な本気な気持ちで作った みたいに多分なっちゃうなっていうのは思ったんだよね。素直にいや違うよお前がね、頑張ってね、楓が頑張ってるからだよっていうのを僕が兄だったとしても多分言えないなって思ってて、サクタも実際言えないから、こう唇をね噛み締める感じになっちゃってたと思うんだよね。このシーンはね本当にやばかったし、何よりやっぱり楓ちゃんね、元々のひらがな楓ちゃんだったり、まあ、マイさん家族、まあ、マイさんわかんないけど家族だったりサクタだったりみんなのためにそのサクタと同じ高校をね、受験するっていう、このカエデちゃん、漢字カエデの葛藤が今回、まあ、メインに、ね、なってくると思うんだけど、いや、やっぱりね、感情移入度で言ったら、いや、でもごめんなさい、今ね、感情移入度で言ったら一番出ようとしたけど、ぶっちゃけね、夢見る少女、夢を見ないの感情移入度も、うん、えぐかったかな。4年前だけど、やっぱり今でも思い出すと泣きそうになるし、もちろんね、今回のも泣きそうなんだけど、うん。まあ、だから俺悪いわけじゃないんだけど、うん。いや、本当にね、感情移入、やっぱ、青豚、さすがだなっていうのは、うん。セリフ一つ一つもそうだし、うん、本当に、こう、描写一つ一つに重みがあるのが、やっぱ、青豚のね、魅力だなっていうのは、改めて4年越しに感じたことかなっていうのは思いましたね。はい。で、まあ、次なんですけど、まあ、やっぱ、サクタの、こう、兄としてのやっぱ、優しさ、だったりとかって、やっぱり今、マイさんにね、対してだったり、まあ、コガちゃんに対してだったり、双葉に対してだったり、まあ、クニミだったりね、まあ、いろいろやっぱ、サクタって、ぶっきらぼうに見えて、本当に優しい男なんだなっていうのは、まあ、前々からね、思っていたことではあるんだけど、てか、まあ、青豚シリーズ見てる人は、まあ、サクタがね、こう、ぶっきらぼうだけど、優しいっていうのは、まあ、みんなわかってると思うんだけど、いや、今回のね、今作のサクタはね、特に、優しかったかなっていうのは僕は思ってて、いや本当にこの兄弟愛、いやなかなかね、まあ、僕もね妹いますけど、なかなかね素直にこう頑張れよとか頑張ったなとか、うん、こう愛をぶつけることってやっぱりね、まあ、兄弟いる人ならわかると思うんだけど、いや本当はこうしてあげた方がいいっていうのはね分かってはいるんだけど、やっぱこう照れくささとかだったりだとか、なかなかこう素直に言うことってできないけど、やっぱサクタはそこを素直に言ってあげて、カエルちゃんも素直にこうありがとうっていう、この兄弟愛が見ていて、いやいいなーっていうのは、やっぱり僕もこう、妹とね、兄っていう立場っていうのもあって、いやなんかこういう関係はね、すごい素敵だなっていうのを思ったし、やっぱサクタの兄としての、ね、先生に、ね、ごめん、今がネタバレするけど、先生にね、こう、トイレ行ってきていいですかって言って、台の方なので、ね、遅くなりますとか言って、まあ、いつもの感じで、ふざけつつ、実はね、こう、カエルちゃんが本当に心配で、願書ね、出しに来れるか、見ててあげるっていう優しさだったりだとか、カエルちゃんがコンビニでね、弁当を買うから、弁当おにぎりか、おにぎり買うから、別に昼食はね、お弁当いらないよって言ったのに、作ってあげてね、で、ちゃんと皮肉をね、聞かせてくれ、この浅川作田って、この男のね、こう、生き様というか、流儀っていうのかな、わかんないけど、うん。いや、いらないなら俺が食べるからいいよって言ったりだとか、で、カエルちゃんも、いや、もらうよとか言ったりして、そこがね、なんか、豚の子なんかクスッと笑えるところだし、本当に見ててね、微笑ましいなっていうのは、うん、思ったし、やっぱり、こう、作田の兄としての今回のやっぱ立ち回りというか、感じが、うん、すごいね、いや、作田ファンも今回増えるんじゃないかなって思うような、うん、本当に素敵な兄弟の形だったかなっていうのは思いますね。ね、まあね、まあ皆さんね、もしかしたら気になってる人でいるかもしんないけど、じゃあね、舞さんと作田の絡みはね、今回あんまないのかなって思うかもしんないけど、
まあ、ぶっちゃけ、まあ、メインストーリーで言ったら本当に楓ちゃんのストーリーだから、まあ、まあ、こう、がっつりはないんだけど、まあ、でも、やっぱり相変わらず、こう、ね、あの、熟練夫婦のような。なんかさ、一周回ってラブコメのアニメって、あ、こことここくっつくんだろうなっていうのがもう分かってるアニメって、あの、別のカップリングをさ、応援したくなるじゃん。例えば、ホリミアとか僕そうなんだけど、あの、もう、こことここがもう、あ、もう、くっつくだろうなというか、まあ、くっついてる場合、で、なんか別のカップリングをさ、応援したくなるじゃんっていうのがあって、なんかもうマリさんとサクタってもう安定すぎちゃってんだよねっていうのがあって、なんかもうね、家にいるのが当たり前だし、料理作ってるマリさんも当たり前だし、なんか当たり前のようにイチャイチャされても、ああ、まあマリさんとサクタだな、みたいな。いや、あーんとか言っても、ああ、ね、普通のアニメシーンだったら、やばい、あーん来た、みたいな思うんだけど、まあマリさんとサクタだしな、あーんぐらいするよな、みたいな。あいつものサクタだな、みたいな。ね、あの、マイさんなんでね、手料理美味しいですとか言ってる、いつもサクタだな、みたいな思っちゃうのも、なんか、本当に、ああ、まあ、オブダだなっていう。あ、これがやっぱ、マイさんとサクタだよなっていうのは思いましたね。でも、まあ、ね、このね、あるのかないのか、ね、マイさんとね、サクタの、あんま絡みはね、ないんじゃないかなって思ってる人は、まあ、相変わらずね、マイさんはもう、あの、登場で結構な頻度で、まあ、がっつり絡んでくるので、まあまあまあ、程よく、あの、邪魔せずって言ったら舞さんに失礼だけど、本当にあの、邪魔しない程度に、あの、全然ね、出てきてくれるので、舞さんファンの人もね、あの、見てみてください。はい。でもね、最後にはなるんですけど、こう、広川うずきちゃんっていう、まあ、まあ、ライブ勢からしたら、まあ、割とこう、結構、お馴染みのキャラではあるんだけど、多分アニメ勢からしたら初めてなのかな、出てくるのは。おそらく初めてのキャラではあると思うんだけど、あの、僕はあの、のどかとね、同じアイドルグループに所属してる、広川うずきちゃんっていう、まあ、女の子は、あの、かえでちゃんと同じように、こ、あの、同じって言ったら、あれかもしれないけど、空気が読めないみたいな。本当になんか、トンチンカンな発言しちゃう人って、本当に現実でもいるじゃないですか。え、お前、なんか、ここでそういうこと言うのみたいな。いや、お前、それ絶対ちゃうやろみたいな。そういう子って、まあ、アニメだから、ぶっちゃけ許されてるけど、実際、ああいう子いたら、ぶっちゃけね、まあ、僕がとかじゃないけど、僕はね、その性格によるけど、ね、好き嫌い判断するのは性格によるけど、やっぱり、多分クラスにいたら、おそらく嫌われてるんじゃない、女子からもう何あいつみたいな、まあ、可愛いっていうのもあって、多分なんかこう嫌われるキャラだなっていうのはやっぱ分かっちゃうんだよね、実際いたら。っていうのもあって、まあ、多分その、ひろかずちゃんっていう子は、あの、不登校にね、あの、学校に行きたくなくなっちゃうんだよね。そう。で、まあ、ちょっと話はずれちゃうんだけど、広川うずきちゃんのメイン回がラノベであるんだよ。多分ね、ランドセルガールより、あの、前の話だったと思うんだけど、そう、あの、メイン回があって、そう、それでね、あの、結構深掘りされてるから、僕らから、ラノベ勢からしたらね、結構ね、広川うずきちゃんっていう、この性格だったりだとか、どういうことで悩んでるっていうのが分かってるから、なんかより今回の動いてるね、うずきちゃんを見て、ね、ズッキーを見て、ああ、なんか、ああ、やっぱ、うずきちゃんいいなっていうのは思いましたね。で、まあ、こう、やっぱ、性格が、こう、正反対というか、まあ、どちらかといったら、楓は、不登校だけど、不登校だから、また、なんか、やっぱ、他と比較しちゃう、他の人と、まあ、もともとね、元楓、ひらがな楓ちゃんとの比較だったりだとか、こう、中学校に通ってる子たちとの比較で思春期症候群っていうのがやっぱ大きくねこう出てると思うんだけど、逆でうずきちゃんっていうのはあのまた別の不登校のあり方で、でもすごくアイドルもやってるしポジティブに生きてるよっていうような真逆のこう二人の絡みって話っていうのがお互いのこう生き方があっていいんじゃないかなっていうような、多分うずきからこういろんな話を聞いて、多分かえでちゃんはすごい、これからの生き方が変わってくるなっていうのは思ったしから、ほんと今回のキーマンだなっていうのは思いましたね。ひろかずちゃんっていうキャラは、うん、今回のこのお出かけシスターの中では本当に重要なキャラだなっていうのは思いましたね。はい。まあ、ということで、まあ、ラストって言ったんだけどね、あの、本当にラストね、言わせてもらうと、最後にね、あの、不可思議のカルテ、あの、もうおなじみのね、曲が流れるんですけど、もうね、あの、まあ、今回は結構ね、泣かなかった、耐えられたなーっていうのが思った、ダム決壊しなかったなーっていうのは思ったと思ったら、最後ね、ダブル回であの、久保ゆりかさんね、すっげーなって思ったんだけど、
あの2人のね、楓ちゃんが不可思議のカルテをね歌ってくれるんですよね。あ、ごめんなさい、ネタバレになっちゃうけど、ネタバレなしって言わなかったね、ごめんなさい。そう、あの不可思議のねカルテを歌ってくれて、あ、2人のこの声を聞いてると、うーん、どうしてもね、ダム決壊ね、僕はもうそこのラストでしちゃったかなっていうのは思ったし、両隣のね、あのおじさんずもね、あの今まで、あ、うん、あんたもって、うん、ってね、うなずきながらね、可愛く見てたんだけど、おじさんず二人も不可思議のカルテで、なんかこう目をこすってたから、多分ね、みんな不可思議のカルテでね、やられるんじゃないかなっていうのは思いますね。なんで、あの、見る人はね、不可思議のカルテで泣いてほしいし、あの、ハンカチのね、準備を、お願いいたしますっていう感じですね。はい。ということで、まあね、声もね、だんだん枯れてきたんですけど、まあ、今回はね、あの、この辺にね、しておきたいかなと思います。いや、本当にね、あの、面白かったんだけど、あの、夢見る少女のやっぱハードルがね、どうしても高すぎて、まあ、今回はね、点数つけさせていただくんですけど、もちろんね、すごいんだけど、どうしてもやっぱり比べる対象があるから、ね、全部こう、100点、100点、100点って、本当はつけたいけど、やっぱり、レビューアーとして、あ、映画レビューアーとして、まあ、ちゃんと点数はつけていきたいなっていうふうに思うんで、うん、まあ、こう、比較対象として、まあ、90点。あの、これでもね、素晴らしいと思うんで、やっぱりまだまだいけるよ、青豚っていう感じで、やっぱりさ、本当に、まあ、これだっていうのが出た時に、やっぱ100点とかつけさせていただきたいなっていうのを思うんで、まあ、今回はまあ、90点かな、つけさせていただきたいと思います。それでも、全然ね、高得点だと思うんで、あの、見ないっていうのは損だなっていうのは思いますね。はい。で、まあ、最後になんですけど、こちらね、まあ、ちょっと開封動画じゃないけど、まあ、劇場版の豪華版かな、パンフレット。まあ、まだまだね、僕、普通に買えたんで、本当はね、通常版を、買う予定だったんですけど、豪華版がね、あるよっていう風に、言ってくださったんで、豪華版の方で買わせていただきました。まあ、中は、まあ、パンフレットと、こちらね、パンフレットと、このドラマ CD が入ってて、まあ、パンフレットの方も、すごくね、声優さんの、あ、こびしちゃうか。そういった声優さんの、なんか、こう、エピソードとかあったり、こう、裏話、まあ、音響さんとか、僕はもう音響さんとかのは見ないんだけど、そう、声優さんの裏話だったり、スタッフさんのね、こう、裏話、あと原画とかだったり、載ってるんで、まあ、ぜひね、これを読んでから、行くもよし、終わってから、それ2回目ってことね、2回目に、見に行くもよしだし、本当にじっくりお家でね、読んでみたら僕もね、すごく楽しめたんで、ぜひね、お買い求めくださいっていう感じですね。はい。で、表紙とかもね、すごくこれじゃないや、こっちか。すごくね、綺麗なね、パッケージになってるんで、ぜひね、買ってみてください。はい。ということで、まあ、今回のね、動画はこの辺にね、させていただきたいかなと思います。まあね、まあ、C パートでもあった通り、まだまだね、こう、ランドセルガール。僕ね、ランドセルガール読んでないので、ちょっと内容の方ね、わからないんで、わからないからこそ、いや、どんなお豚なんだろうっていうのがあるんで、すごくね、楽しみではあるんですけど、そう、まだまだね、なんか急に来たな、お豚フィーバーっていう感じなんで、まあ、4年ね、本当に僕もそうですけど、待ったと思うんで、もうこのね、青豚フィーバーみんなでね、楽しんでいけたらいいかなっていうふうに思います。ね、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ぜひね、盛り上げて、ね、いけたらいいかなって思うんで、ぜひぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントの方で、ね、もうどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。